東京の味の素スタジアムから東京ヴェルディと FC 岐阜の一戦をお届けいたします。さて両チームの選手たちが審判団に続いてピッチに姿を見せています。画面向かって右側緑のユニフォームが東京ヴェルディ、今日はアウェーゲーム白のユニフォームが FC 岐阜です。東京ヴェルディの先発です。予想フォーメーションは 4-3-3 です。前線の左に今日はカルロス・マルティネスが入っています。3トップはそのカルロス・マルティネスとドーグラス・ビエイラ、右は林翔吾という予想です。アウェーチーム FC 岐阜の先発、それから予想フォーメーションです。こちらも東京ヴェルディと同じく 4-3-3 の予想となりました。前節と同じ11人を起用してきた大木監督です。クロスファーサイドへ阿部、面白いボール、ボレー、最後は宮本浩太。ここに田中パウロ純一、ミドルシュート来た。いや、この宮本は本当に序盤からね、本当にプレッシャー前まで最終ラインまでかけに行ったりだとかね、本当に気持ちよくプレーしてると思いますね。この間の狭いところでも受けて前を向けてますし、はい、井上こぼれる、左足詰める、すごい密集ですね。最後はビクトルキャッチ。ゴール前はかなり団子状態でしたが決められなかった東京ヴェルディ、守ったFC 岐阜。上がってきた田村を使う、クロス、およく上げた、抜けた、こぼれた、ボレー、うん、最後飛び込んできたのは井上志音。ここに梶川です、うん、上がりを使う、奈良はクロス、こぼれる、浮かせた、面白いボール、ボレ、うん、ようやくこの2人が絡んでのチャンス。ドーグラス・ビエラから最後はカルロス・マルティネス。そうですね、溜めて、ここはフリー、つなぐ、打った、ミドルシュート、遠目から狙っていきました。最後は内田、古橋、中央、難波、スルッと抜けてきた、うん、中島が飛び出していました。お、カルロス・マルティネス運ぶ、中には3人、ファーサイド、ヘディングだ、うん、最後福村ですかね、体に当てたのは、林良平のヘディング、ゴールとはなりませんでしたがコーナーキックです。あれもカルロス・マルティネスよくファーサイド見えてましたね、ちょっとボールが後ろ側になってしまいましたね、でもね、はい、試合終了、0対0のスコアレスドロー。東京ヴェルディと FC 岐阜の一戦は0対0スコアレスドローに終わっています。